湘南銀河大橋は、相模川に架か,かる道路橋である。神奈川県高座郡寒川町と平塚市を結び、神奈川県道44号伊勢原藤沢線を通す。元橋海通前は、国道1号の馬乳橋とその上流の上川橋の間は約 2.8km 開いており、どちらも片側1車線であるため慢性的な渋滞が生じていた。 両端のほぼ中間の位置に三景間連続降車張り、橋構造で建設され、1998年に片側一車線で暫定開通。橋の名称は公募され、2371通の応募の中から、天にそびえる二本の塔に支えられ相模川をまたぐ、壮大さと360度の広がりで見渡せる、湘南の雄大な展望に、無限に広がる宇宙の夢。 希望をイメージした湘南銀河大橋に決定した。2007年7月までに片側2車線で本共用し国道129号とも接続した。元橋の開通により馬乳橋や上川橋の渋滞に改善が見られた。元橋を含む湘南新道は平塚市の外角環状道路と位置づけられ、相模中間道路寒川南 IC や,や新湘南。 バイパス千ヶ崎中央インターチェンジへのアクセス道としても利用される。元橋は1998年に全日本建設技術協会主催による全県賞を受賞している上川橋湘南銀河大橋馬乳橋から馬乳仙橋領湘南大橋から加工。ありがとうございます。